2007年6月12日、突如としてこのような書き込みがなされた。今日の止め。今まで旦那が何をしても、何を言っても。息子たんの言うことは絶対です。息子たんの言うこと聞きなさい。だった止めだけど、離婚をするために弁護士を入れると言った瞬間。嫁子さんの好きなようにしていいから息子たんには私がよく言い聞かせます。と言い出した。バカじゃねえの。大体あんたが離婚原因の一つだよ。頑張れ。止めにも慰謝料請求しる。頑張りますよ。旦那はあっさりできると思ってるけど、慰謝料がっつり請求です。とりあえず家は売るか私にお金払っていただきますよ。詳しく詳しく。旦那は止めと同居した途端、止めの言いなり&やりたい放題。浮気をしても。浮気くらい何よ。浮気されるあんたが悪い。止めが言うと。そうだよ。お前が悪い。そのうち家に入れるお金も減ってきたので離婚を申し立てることに。浮気というより愛人みたいだから愛人にもがっつり請求してやる。止め泣き落としに入りました、知るか。起きたらどうなるか、体張って見本になってくれたのですね。頑張れ。超頑張って逃げ切ってくれ。頑張れ。証拠はがっつり押さえてるの？証拠はありますよ。愛人ちゃんも認めてます。あなたがいなくなったらみんな幸せになるんだから別れて。と言われました。いいですよ別れますよ。がっつり慰謝料請求しますけどね。今現在の止め。嫁子さんの言うことなんでも暇すうなき。泣くの見てるの飽きたな。よかったじゃん、何でもしてくれる発言。せ、家売ってきて、花欲しい。ってオッケー。ありきたりなが。何でもしてくれると言うなら、とりあえず嘘泣きはやめてくださいまし。鬱陶しいのね。それから慰謝料どっかり払えや。ゴルア。嫁子さんの言うこと何でもします。破格の慰謝料払ってください。慰謝料請求された途端に言動を翻したりするから録音しといた方がいいよ。しっかりしてそうだから大丈夫だろうけど。バッチリ録音してます。トメは私の出張中にお金使い込んだんでそれも返していただきます。旦那がクビになるかとっても心配そうなトメ、それは会社が決めることだから知らんって言ったら。あなたから部長さんに言ってちょうだい。息子たんは悪くないでしょう。はいはいそうですね勝手に言ってろ。旦那と私は同じ会社じゃないっての。ただの取引先だ。よくまあここまで泣けるなーってぐらい泣くとめ。無年金だから必死か。アホとめ&バカ旦那との早期離脱頑張ってください。聞けば聞くほどクソとめだな。本当に世間的にも息子たんが悪くないなら一致さんが口添えしなくてもそもそもクビにならないだろ。因果応報、義合義得なよね。がっつりもぎ取ってやってください。あなたから部長さんに言ってちょうない。息子たんは悪くないでしょう。愛人作って好き放題も息子が悪くないって、めでてえ止めだな。短期決戦で行く予定です。子供もいないし、働いてるので生活費の心配もないし。さあ今日からがっつりやりますよ。止めは旦那にヘルプ電話をしてますが、旦那は出ない。そりゃそうだうちの会社と契約交わしてる真っ最中の時間だもんね。私もそろそろ会社に行きますかね。昼ご飯を旦那と一緒に食べることになってるので旦那にも離婚通告してきます。トメはおろ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 してる。どうしましょう。ああ大変どうしましょう。どうしましょうってあんたはお金返してくれればそれでいいんですよ。そろそろすれ違いなのでこれにて。そんなこと言わずにその後いかがすれでもいいから今日の結果報告よろしく。どうしましょうってあんたはお金返してくれればそれでいいんですよ。男前で素敵だ。姉さんと呼ばせてください。今頃。なんなら一致さんから慰謝料の額を告げられて、額ぶるしてる頃かな。しかし、純粋に疑問なのだがどうして一致さんの止めはそこまでして引き止めに必死なんだろうか。こう言っては、一致さんに失礼かもしれないが次のいびり先はすでにいるんだし、金が多少不自由になるかもしれないが大好きな息子とずっと一緒にいれるのに、息子がクビにならないように、泣き落とししてるのかね。散々好き勝手やっておきながら、意味がわからない止めだ。その好き勝手ができなくなると思ってるからじゃないかな。息子ちゃんが有責で離婚となったらクビにならないまでも、出世には響くだろうし。それと、今の嫁子さんなら金を持ってるけど次はどうかわからないし。その日の夜、今現在のトメ、仕事から帰ったら玄関で正座で待ってた、バカだバカだ。嫁子さん考え直してちょうだい。無理無理はい無理。嫁子さんお願いします。鼻水垂らして泣いておりました、汚い。旦那は離婚に応じてるけど、家の名義が私と共同名義なのを忘れてやがる、トメよりバカだ。慰謝料がっぽりもらうぞ。トメは廊下で泣き崩れてる。
陶酔してるので電気を消してやろ。離婚するって決めたらテンション上がって楽しいな。なんか男前だな。ローンも半々。慰謝料がっぽり払って愛人さんと結婚すればいいじゃんね。なんでトメはそんなに離婚してほしくないんだろう。家の名義が共同だとどうなるの。バカなので教えてください。嫁に家を明け渡して出ていくか、慰謝料代わり、もしくは慰謝料の一部として嫁が出ていくなら、名義分は金銭で渡すことになるだろうね。この場合、旦那が明らかに優先だから嫁子さんも希望しない。すんません、はしょって書きすぎました。共同名義なんで私にも住む権利があるので、私に出て行ってもらいたければ私に半分の権利分のお金を払わなきゃダメなんですよ。旦那は私と離婚、愛人と結婚、この家で新婚生活をと思ってます。この家に住みたきゃ金払えってことですね。大して貯金もないだろうから慰謝料のために売らなきゃいけないと思うけど、旦那完全に愛人にラリってるからか、こんなことにも頭が回らない。とめ旦那に電話かけまくりが繋がらない。今頃大学時代の先輩で私の会社の先輩に絞られてるから出れないよ。息子がどうして出ないのよ。お母さんどうしたらいいのよ。泣き。だからあんたは使い込んだ120万返せばいいんだよ。120万そも。ごろぼうな。いや、120万、それを出張中に何買ったんだ、おバカトメは。トメの行動が面白くて笑いそうだ。今まで散々嫌味言ってたくせに、お茶飲むのも私にお伺いを立てるトメ。飲めばいいんじゃないんですかって言ったらまた泣いた。まあ旦那より危機感あるな。しかしよくなくなぁ。ちなみに120万は帯になりました。帯、帯に120万出すなら帯だけでは済まないはず。多分トメは呉服屋のカモリストに載っている帯に似合うような訪問着とか紬とか隠してあるんじゃない。120万の帯って、そんなもん買うために勝手に嫁の金持ち出したのか。帯か、現物回収の手もあるね。利子として着物もつけてもらうといいのではないでしょうか。ええ、トメさんの趣味も帯なんて。着物好きだけど、トメもおするも帯は嫌だ。やっぱり、ちゃんと現金で返してもらうべきだよ。なんでそんなに泣くのだろう。息子と嫁の共同名義の、うちがなくなっちゃう。ってことかな。それとも、一致さんに後ろ暗いところがあって、バレたら困るのかな。このままだと120万払わなきゃならなくなる。じゃね。もしくは、愛人ちゃんとソリが合わないとか。あと自分の息子たんが、離婚、なんて世間体も悪いことするなんてどうしましょう。かも。愛人が無職イコール小遣いがもらえ、盗め、ない。とかかな。見え張って買った帯なんで新しいまま。もったいねえ。愛人ちゃんは旦那と同じ会社で働いてます。彼女にもがっつり慰謝料請求しますよ。多分派遣社員なんできついだろうな。さて旦那が帰ってきました。止めダッシュで玄関に向かいました。走れたのね。だんだんすれ違いになってきたので、この辺で。離婚したらその後スレにでも書かせてもらいます。短期決戦に向けて頑張って。その後での戦勝報告待ってます。愛人にがっぽり請求してクビにして差し上げなさい。派遣元にも苦情が言って、愛人さらに窮地。ああ、愛人ちゃんは間違いなくクビだな。旦那さんも、よくて配置転換か。しかも、空っけつ予定。5日後。今日のトメ。完全に家庭内別居になってる私と旦那の間をうろちょろ。息子ちゃんこれからどうするの？嫁子さんはどうするの？自分の身の振り方を考えろ。無年金トメ。私はいつまでも息子ちゃんと嫁子さんと暮らしていきたいのよ。明日離婚成立するから今日であなたとはさよなら。これからは寂しく一人暮らししてくださいね、ざまみろ。おお、明日離婚成立ですか。おめ、家の名義の問題はどうなったんでしょうか。おつです。で、トメさんが使い込んだ120万は返してくれそうですか。おつです。離婚成立おめでとう。しかし、旦那両親に説明しろとか尻滅裂なこと言うトメさんだね。がっつり慰謝料請求してやってください。トメの使い込みは旦那が返済してくれます。旦那はラリっちゃってるので早く離婚したいんですよね。なんせ愛人ちゃん妊娠してるらしいので。見積もり出してもらったら、私にお金渡しても手元にいくらか残るので。さっさと離婚しよう。って感じです。愛人ちゃんがラブラブ新婚生活がしたいからトメとは別居がいいと言ってるので旦那はトメと別居する気、バカバカだな。さて旦那から書類にサインもらったし、愛人ちゃんに慰謝料請求しよう。プリンちゃん、これからお金いるのに大変。つーわー、トメさん、大変なー、棒読み。
さて旦那から書類にサインもらったし、愛人ちゃんに慰謝料請求しよう。手加減無用、やっちまいなぁ。明日は祝杯ですが、笑い後の新しい人生が待ってますよん。もし差し障りがなかったら、今後も報告よろ。愛人ちゃんの子供には悪いけど、愛人ちゃんは容赦しません。友達や先輩後輩経由でバンバン噂が広がってるんで、旦那と愛人ちゃんの評判が落ち。なんかワクワクしてきたわ、根性悪いな私。うん、俺もワクワクしてきたぞ。翌日、一致からの続報が上がります。今日のため、朝起きたら、お願いだから息子ちゃんとの離婚考え直してちょうだい。と土下座してきた。なんで、愛人いて子供まで作ったあなたの息子のどこをどう考え直せって言うんですか？うわぁ、あっちかましい。息子に捨てられそうだから、嫁にぶら下がろうってこと？ 120 万使い込みしてまだ嫁にたかろうって？びっくりするほど厚かましいですね。だから息子も浮気しても私が悪いって言えるんだ。親子揃って厚かましいわ。さっき離婚届け出してこようっと。ってベラベラ喋って止めの横をスキップで通り抜け玄関まで行ったら。鬼、あんたなんか息子ちゃんに離婚されて当然よ。髪振り乱しながら言ってきたんで。勘違いすんな、あんたの息子が離婚される方だよ。浮気した人間が離婚するって自分から言えないんだよ。帰ってきたら引っ越しの準備するから、そこから一歩も動くな。何か一つでもなくなってたら今度こそ警察突き出すからな。乙女のところまでダッシュで戻って行ってから出かけて。役所から帰ってきたら乙女は動かず待ってました、お利口さん。それからは何を話しかけれても無視をして引っ越しを先ほど完了いたしました。あ、すっきりした。上手。こっちまですっきりさ。おめ、つか、やぶへびまとめだねー。愛人ちゃんへの慰謝料請求は、どうなりました？おつです。あとは愛人ちゃんの慰謝料請求ですね。そして、いずれ奴らは仲間割れ。するでしょうね。今日はゆっくり祝杯あげてください。離婚すると言ってからおとなしくしてたんで、言われっぱなしで腹立ったんでしょうね。愛人ちゃんは同居は嫌だって言ってるんで止めは必死、あっさり息子ちゃんに捨てられるようです。愛人ちゃんへの慰謝料は元旦那が私に対する慰謝料払ってからすることにしてます。おつです。元バカ旦那の手元に残る金もプリンが支払う慰謝料として消え去るんだろうな。派遣のプリンが慰謝料なんて大金払えるわけないし。バカプリンともどもケツの毛までむしり取って地獄見せてやれ。それにしてもまあ、旦那、もう元旦那。さんを育てただけのことはありますね、トメさん。以上で終了なのだ。最後までご視聴ありがとうなのだ。よろしければコメントを書いてほしいのだ。チャンネル登録、高評価もお願いなのだ。バイならなのだ。